タンを把握しておこう。上が X で左側 E、L、R。うん。多分大丈夫。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、今日は夏の月7日目。ってことやけん。はい、夏の月7日目は捕まえたカブとクワガタでレース。広場で虫レースが遊べる。場所は原っぱ広場、時間10時から18時。だけど私はカブとクワガタを持ってないけん、とりあえずあれないよね。捕まえるところからのスタートに。よし。今日のうちに、ちゃんと、なにこれ、ダンゴムシかな今日のうちにちゃんとカブトムシを、クワガタでもいいんやけど、捕まえて、レースに参加できるのか、ちょっと頑張ってみよう。いや、私、セミは捕まえたけどさ、カブトムシクワガタ捕まえたことないんやけど、てか見かけたことあったっけ？そこからなんですけど。あ、ちなみにこれ、トマトとトウモロコシとヒマワリを植えました。今のところなんかどれも、いや、トウモロコシだけちょっと違うんかな。あ、全部違うんか、一応。なんか葉っぱの形とか。え、すごいね。全部違うやん。何気に。そう、一応この3種類を植えました。でもどれもね、まだまだ同じぐらいの段階な感じがするけん。成長遅いなぁ。はい、それじゃあカブトムシクワガタ捕まえに行こう。ゴーゴーゴー。と、いますか。あ、カブトムシおる。ちょっと待って。あ、そっか。飛び降りみたいに構えて近づくっていうことはできないのか。こっそり。こっそり。よっと。おお。やったね、カブトムシ。サイズ60、びっくりした、あだいかと思った。サイズ60センチやってどうやるいけるかな。カブトムシ。まあ、でもまだ時間あるけん。あ、いやー、こんなところからでも逃げます。マジか。クワガタ繊細すぎか。クワガタ繊細すぎか。あ、ちなみに私ちゃんと、タイジュへの行き方。タイジュの根っこへの行き方はちゃんと分かったよ。ここ入ってったらいけた。木の根細道入ってって、この奥がタイジュの根っこやった。自分のね、自分が映した動画を見直した。それが一番手っ取り早いっすね。なんかずっとラムちゃんの後つけていきよるみたいな。こういうところに、カブトムシが、あー、セミだな。いそうだから、びっくりした。何がおるんかと思ったらランタンやった。ちょっと思うけど、チョウチョでかすぎん。いつもいつも。え、カブトムシもクワガタもなんか全然おらんねやね。一応なんか今日一匹ずつは見たけど、でもよかった。カブトムシちゃんと一発で捕まえれて。じゃなかったら私延々と探し回りよったかもしれん。まあとりあえずカブトムシ一匹捕まえたけん、この子で挑もうかな。60センチどうなんやろ。でかいんかな、ちっちゃいんかな。その辺の基準もちょっとよくわからんけど、これ何が動きよん。クワガタこれ。よっと。アリかな。あはっ、アリやった。虫網いる？アリに虫網いる？絶対いらんやろ。なんかセミとカブトムシ、クワガタはめっちゃ逃げるけど、トンボって全然逃げんよね。あれ？なんもあれじゃない。一瞬自分がどこに出たんかがいまいちよく分かってなかった。よし、とりあえずこのカブトムシで挑みますか。そう、夏だから、夏だから虫を取りに来たんです私。どうも。
暑さに負けずに。みんななんかすごいうろちょろしてるけど、今日イベントでしょ？あ、ちなみに、ペンターさんは、いない！ペンターさんね、毎日ちゃんとここで作業をしてくれよりよ。家を建てるための、せっせせっせと。さあ、とりあえず、一旦、ね、一旦寝ようかと思ったけど、あ、もしかしてもうみんな生きよるってこと？ちなみにこれができてからめちゃくちゃ移動が楽になったよ。あ、みんな大集合しとる。行きます。イエーイ。もうみんなめっちゃ集まっとるやん。言ってよー。言ってよ。今来たもしかして。なんか足踏みみたいなにしよったし。え、なになになに？ランチくん虫レースするんや。今回なんかセリフ違うやん。虫レースは僕も参加するんだ。のび太には負けないぞ。なんてね。私も参加するよ。今日のお祭りは喧嘩？喧嘩って言っても虫同士やけん大丈夫でしょうよ。あ、そっか、ペンターさんおらんと思ったらここで、お祭りを見届けるからということか。あ、まだ来てないやん。さっき森の方向に歩いて、行きよったよ。早く来いよ。早く来いよ。おいおい。どういう感じのお祭りなんかな。ちょ、待って。もしかしてこっちの方向から来るとかそういう、違うな。これ自分の牧場の方向やんね。ちょっと早く。あ、いつの間に。いつの間に。よし。今日は虫レースをやっているぞ。やりたかったら参加する虫を渡してくれ。オッケー。今日はちゃんと、今日はっていうか、今日もちゃんと参加しますとも。星はめちゃくちゃ少ないけど。操作説明。虫レースを説明しよう。めっちゃ走るやん、あの2番目のやつ。虫レースは4人で持ち寄った虫で一番速い虫を決めるレースじゃ。レースが始まると画面の下に4つのボタンが表示されるぞ。このボタンを左から順番に押すと虫がどんどん前進するのじゃ。入力を3セット成功させると一気に虫が前進するぞ。ボタンの入力を間違えると虫はその場で困ってしまうから気をつけたまえ。ちゃんと自分の実力も大事なんやね。うんかと思ったただの。最初にゴールについて虫が優勝だ。ボタンを把握しておこう。上が X で左側 E、L、R。多分大丈夫。よし、それじゃあ練習してこ。練習からの本番。さあ、来い。はい、L、L、A、R。L、L、A、R。R、R、B、L。あ、ミスったL、L、A、R。R、R、B、L。R、A、L、L。間に合ってない。はい、頑張ります。行くぜー。 L L A R L L A R R R B L L L A R L L A B。 違う、 B じゃない。 L L A R R R。 あー、間違えたー。 R、 あー、押すボタンが、あー、これはもうダメだ。ちょ、頑張ってくれ。私のカブトムシ頑張って。あー、怖い。あ、いけるいけるいけるよ。全然まだいけるよ、ほら。あ、私次第。あー、怖い。いけるいけるいける。あー、ちょっと待って、せっかく並んできたのに。ほら、お願い、加速をしてくれ。は、いける。はいはい。い、いけ
ける、いける、いける、いける。あー、間違えた。間違えた。そこで間違えるか。うわ、ラストや。あ、違う、3位やった。マジでごめんね。ランチに勝っちゃった、私。あー、でも微妙な差やったよね、ジャイアント。くっそー。ジャイアント剣まで取ったんか。辛いくっそ。今回は惜しかったな。しかし頑張ったのはお前の虫だ。しっかり休ませることを忘れるな。また次回参加してくれ。でもこれやったら、まあ、虫の星の数とかも関係ないけんね。私さえ頑張れば私さえ頑張ればきっといけるんすよ。てかもう胎児の根っこの場所わからんくてもこれでいけるようになったんよね。ほら、いつでも胎児の根っこ。どうも。あとはね、ビーナの、あのハートの色をつけたいんだけど、きっちりと。なかなかね。なかなかね。自然タウン。もう何か買えるようなものはなかったかしら。あ、そっか、もう別にここではそんなに大事そうなものはないんよね。じゃあ、あれだ。あれ？やってないの？あ、もしかして時間外か。看板はこっち。あ、ほら、17時までやった。17時までやったわ。なるほどね。はい。じゃあちょっと帰りますか。アユラ牧場。あ、働いてくれんかな、ペッターさん。イベントの日にもちゃんとやってくれてるのね。あ、ほらほらほら、いつもこんな感じで。よく来たな。お、大工屋トンテンカーだ。何か頼みに来たのか？あ、この場所でも？この場所でもなんかいろいろやってくれるんすか？なるほどね。家のものを買う。なるほど。なんかコメントで雑草が家具に使えるって書いてくれとったんやけど、こういうことか。なるほどね。使えるんやね。ウッドシリーズ、ストーンシリーズ、ストーンシリーズちょっとあれやな。カントリーシリーズかわいい。カントリーシリーズ好きだな、私。うん。あ、のび太シリーズこれや。そう、私、ちょっとこれ。あれや。次の時にやっていこう、私。よし。でなんか家具のシリーズのやつを一通り買っていくだけでも確かスタンプがもらえたはずやけん、それも埋めていきたいんよね、私は。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、初めての虫レース、楽しかった普通に。次はね、来週あたりに確か鶏の成長コンテストみたいなのがあったと思うけん、その前にね、鶏を買いに行かんといかんねんけど。それまでに育てるっていうのはあれやけん、とりあえず買ってすぐに出せるんかな。出すだけでも出してみようか。